よいよ勝負の後半戦に突入する J1。 その前に今シーズンここまでの戦いを振り返ってみよう。世界を知る男ホルランの加入とセルジョブームでセレッソ大阪に話題が集まる中、シーズン序盤好調だったのは若手主体へと大きく変貌した鹿島アントラーズと、3連覇へ攻守に成熟度を増すサンフレッチェ広島。しかしそんな両チームを凌駕し前半戦首位に立ったのは浦和レッズ。中断期間中に原口元気が移籍をしたが7試合連続無失点の J1 新記録を達成するなど、安定した守備をベースに着実に勝ち点を獲得。そんな中サプライズを起こしたのがサガン鳥栖とヴィッセル神戸。サガンは持ち前のハードワークで相手を圧倒、ヴィッセルはブラジル人トリオの活躍で昇格クラブながら旋風を巻き起こしている。さらに昨シーズンの得点王を大久保が牽引する川崎フロンターレもここに来て本領発揮。そして期待の助っ人を補強した各クラブの巻き返しにも注目だ。そう、リーグ戦はまだまだ半分が終わっただけ。激しさを増す後半戦の戦いから目が離せない。